はい、じゃあ、時間になりましたので始めたいと思います。今日はですね、この、タイトルにありますように、ゲノムの多重遺伝子群による多様情報の識別と行動と制御というタイトルでお話したいと思います。基本的には、匂いとか、フェロモンといったことの、話なんですけども、どういうことかというと、空間の中にはさまざまな匂い物質が、存在しています。でそれはもう本当数十万種類ともいえる種類があるわけですけども、そういったその空間の中のいろんな多様なその化学情報というものを、識別するために、我々は そういったその戦略を考えているわけですけども、生物はそれをその多重遺伝子群が、それを担っているということです。まあ、そういった視点で、話したいと思います。で、なんでフェロモンかというと、フェロモンは匂いと違ってそのランダムに空間に存在するいろんな化学情報の中からそのフェロモンだけをその情報を抽出して、それで、その結果生物はそれに対してある行動を取る。例えば、引き寄せられたり、あるいは忌避したりとか、そういった、特定の行動を取るわけですけども、そういったランダムの情報の中から一つの情報を抽出するという、まあ、そういった作業が、入るわけ、まあ、脳神経回路で起こるわけですけども、そういったその多様な情報の識別だけではなくて、その中からピンポイントで、何か情報を取ると、まあ、そういった、ことも、まあ、非常に、システムとしてはものすごい魅力があって、まあ、そういった、システムの、メカニズムを、お話ししたいと思います。それから、もう一つの視点としてはですね、我々は、まあ、生物はですね、個体を認識しなくちゃいけないわけですね。相手の、性、いわゆる男なのか女なのか、あるいは仲間なのか、敵なのか、仲間の中でも一人一人 個体を識別しなくちゃいけないわけです。まあ、それフェロモンが担っているわけですけども、その、個体情報というものもですね、実はその多重遺伝子群によって、まあ、規定されていると、まあ、そういったことになります。ちょっと、まあ、いろんな話をする前に、ちょっと難しい話になっちゃいましたけども、要するに、今日の、テーマはですね、まあ、ゲノムビッグバンというそういった GCOE のプログラムですから、ゲノムにコードされている、多重遺伝子群がですね、まあ我々生きていく上で その多様な外界からの情報を識別するということ、それからその多重遺伝子群が逆にそれぞれの、個体の情報もコードしていると、まあ、そういった視点で話を進めたいと思います。で、じゃあそもそも匂いというものは何なんだろうかということなんですけども、まあ、英語で言うとオーダーあるいはアロマと言いますけども、匂いという、意味の単語の中にはかぐわしい香りと、それから、悪臭、まあ、フラグランス、マルオーダーといったものが分類されます。まあ、匂いって何となく臭いというイメージがありますけども、そもそも、悪い匂いだけではないわけです。それで匂い物質は、まあ、これは、まあ、本当に小学校中学生向けみたいな話ですけども、炭素、水素、酸素、窒素、硫黄といったそういった原子がつながった分子、有機化合物ですね、低分子の有機化合物です。分子量的には約300くらいまでで、これ以上大きくなると空気中に飛んでこないので、まあ、匂いとして我々感知することはできないわけです。で、まあ、そういったその揮発性の化合物は総称してよくボラタイルオーガニックカンパウンド VOC と言われます。これは環境とかそういった分野ではよく使われる言葉で、まあ、例えばシックハウス症候群とか、あるいはいろんな環境問題となるさまざまなその、物質を、まあ、そういったものを含めた意味で VOC というわけですけども、匂い物質はまあこの VOC の中に含まれるわけです。ただ全て その低分子の有機化合物がですね、匂うというわけではなくて、例えば、サリンとか、二酸化炭素とか、まあ、そういったものは我々にとっては感知することはできないわけです。で、まあ、さらに言うとですね、魚類とか 水中の生物はにとっての匂いというのは、不揮発性の物質であります。魚は、水の中に溶けているアミノ酸とかを、まあ、匂い物質として、感知しているわけですね。
で、例えば鮭が、自分の生まれた川に登っていくのも、その河口の付近に出てくるその、川のアミノ酸、特異的なアミノ酸組成を感知して上がっていくというふうに言われています。まあ、要するに、匂いと総称抗議の意味で言うと生物の匂いを感知する嗅覚部位ですね、それで認識される物質というふうに考え言われる定義できるわけですけども、我々陸生動物にとっては揮発性の物質で、鼻の中に入ってきて匂うものになるわけです。で、こういった、匂い物質は世の中には、数十万種類あると言われています。で、必ずしもその数十万種類というその数字がですね、正しいというわけではなくて、そもそもなんで数十万種類というふうに、予測されているかと言いますと、低分子の300以下ぐらいの分子量300以下の匂い物質、有機化合物は大体200万種類ぐらいあるんじゃないかと。そのうち経験的に4つか5つのうち1つはですね、匂う物質なので、なんとなく数十万種類あるんじゃないかというふうに言われています。で、誰も数えたことないですし、これは予測にしか過ぎませんけども、基本的にはたくさんあるということは間違いないわけです。で、ここで示しましたのはその本当に一部です。で、匂い物質は先ほど申しましたように、さまざまな果物とかそういった食べ物から、出てきます。そもそももともとは生物ですね、植物とか、そういったものが出してきたわけですけども、もちろんその、植物それから動物も出します。で、例えば、グレープフルーツの香り、これヌールカトンと言いますけども、これちょっと前に資生堂さんが、グレープフルーツの香りを嗅ぐと痩せると、そういった、キャッチフレーズでその流行った時がありますけども、匂い物質というのは、嗅ぐと、生理的な効果をもたらしますので、例えばアロマテラピーとかそれを使うわけですけども、グレープスのこの香りを嗅ぐとですね、アドナラリンが分泌して、それでそれが血中回ってですね、それで、その褐色脂肪細胞が、活性化されて燃焼して、それでウエストが半年で 0.5 センチ縮まりましたと、そういったデータだったわけです。ちょっと 0.5 センチだったら僕なんかはもう毎日のようにそれぐらい変化すると思うんですけども、資生堂さん曰く、ちょっと、マスコミが過敏に反応してしまって、そういったデータをちょっと大げさに宣伝しちゃったとか言ってましたけども、いずれにしても、こういった匂い物質がですね、生理的な効果を引き起こすのは、そういう意味では他の視覚とか、音とかと違って、違うところなわけです。それから、あとはこういった森林浴にでリフレッシュ効果を持つようなものとか、あと動物が出すものはですね、よくフェロモンとかが多いですけども、これも全部低分子化合物です。それで、これらの物質はですね、ただ単に空間にランダムに一つずつこう存在するわけではなくてですね、それぞれのものから発する匂い物質は複合臭です。ジャスミンの香りといってもですね、数百種類の混合物ですし、今日昼間多分飲んできた人もいますと思いますけども、コーヒーの香りの中には500種類以上もの匂い物質が含まれている。で、お酒ですね、吟醸香なんてのはやっぱり200種類、ワインの中にも約500種類の匂い物質が入っていると言われています。で、実際これはですね、分析機器の、限界の中でギリギリのところでその同定されている数ですので、実際はですね、そのもっともっとたくさん含まれているというふうに考えます。こういったその、さまざまなたくさんの匂い物質の混合臭を我々は匂ってて、どうやってそれを識別するのかということになるわけです。そこが非常に面白いところなわけです。で、実際にこういろんな食品とか、サンプルの中から匂い物質がたくさん出てるっていうことを、それを分析することができます。で、これはですね、匂い嗅ぎ GC マス、ガスクロマトグラフィー質量分析系ですね、 GC マススペクトルで、これはですね、ここに写真がありますけども、GC とそれからマスがありまして、実は GC の中にインジェクションした物質は
からも通って半分は MAS の方、質量分析系の方に行きますけども、半分は、こちら外に出てきて、ちょうどここの写真にここに出てますけども、ここに出てきます。でここに出てきたのを、ここに人間が鼻を当ててですね、これ嗅ぐんですね。でそうすると、サンプルから出てきた尿液物質が、まあ、ここに吸着させてインジェクションさせたものが分離されて、このようにその分離されてくるわけですけども、それぞれのピークに対して質量分析と、それからそれに対する香りですねを評価することができる。だからそれぞれのピークがどんな匂いに呈するものかっていうのを見ることができるわけです。でこのようにしてそのサンプルから出てくるたくさんの匂い物質を分析することができる。でこれはまあ一つ例ですけども、ソーヴィニョンブラン、白ワインですね、白ワイン、国産の白ワインをこうの出てくる匂い物質を分析するとたくさん入ってます。で下が赤ワインですね。それで、白ワインから出てくる匂い物質をこう鼻でこう分析していきますと、まあ、必ずしも大きなピークのところで匂うわけじゃなくて、まあ、いっぱいこのように匂うわけです。でここはリンゴのシロップの香りとか、甘いガムの香りとか、バナナの香りとか、フレッシュなリンゴとか、まあ、いろんなタイプの匂い物質が混ざっていることが分かります。まあ、中にはその、足の裏の匂いとか、ニスの匂いとか、キノコの匂いとか、まあ、生ゴミの匂いとか、まあ、いわゆる、まあ、悪臭と言われているものも入っているわけですね。でこういったその様々な匂い物質が混じって、いわゆるワインの素晴らしい香りができるわけですね。だから必ずしもそのいい匂いだけを混ぜればいい香りのものが作れるわけではないということなわけですけども、まあ、赤ワインも一緒ですね。まあ、いずれにしてもここのメッセージはですね、それぞれの食品とか植物とか何でもいいんですけども、そこから出てくる匂いっていうのはたくさんの混合臭であるということ、でもその中にはいい匂いも悪い匂いもいろんな物質が入っているということです。で我々の鼻はこういった複合臭を、まあ、きちっとこう識別区別あるいはまあ、そういった形で敏感に感知することができるわけです。でこういった匂い物質は、どこでどういうふうに、感知されるかということなんですけども、これは鼻の中の球状皮の構造です。ここ見てお分かりとおり、ここに神経細胞があるんですけども、ここの、鼻の中にですね、香り分子が入ってきて、それで、この神経細胞が活性化されて脳に信号が伝わっていくというメカニズムです。で皆さんの鼻の中の構造こんな感じなんですけども、その球状皮は、神経細胞とそれを支える支持細胞と、それらを作り出す基底細胞、それから、この表面の粘液を作り出す膨慢線というところがあってます。でこの神経の特徴的なところは、もうどんどん新しく生まれ変わって、もう生涯皆さんが死ぬまでですね、どんどん出来上がる唯一の神経です。まあ、多くの神経は脳の中にある多くの神経は一回できたら死んじゃうわけで、もう遅いきりですけども、鼻の中の神経だけがですね、生涯にわたって生まれ変わる唯一の神経です。でこれはまあ鼻の中のその電検写真ですね。このようにもしゃ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 っとこう見えてるのが、さっきのこの一つ一つの神経細胞の先端にある繊毛群ですね。でこれちょうど断面ですね、球状皮の断面になります。でこれ低倍率ですけども、これを高倍率にするとこれ一つ一つの神経細胞の先端から繊毛が出ているのが分かると思います。これがこういっぱい集まったのがこれになります。でここに匂い物質が外から入ってきてですね、それでここで感知されるわけです。でまあこの神経細胞の、ですけども、まあ人こんな感じですけども、犬もですね、もちろんこんな感じでこう同じなんですけども、犬の場合はですね、繊毛が一つ一つの神経のもっと数が多いし太くてですね、しかもその球状皮のこの、面積がですね、人間よりも数十倍ありますので、だからまあ感度が高いというふうに考えられています。まあ、ちなみにですね、この一つ一つ神経を取ってみると、犬も人もあるいは例えば、魚とかも含めてですね、あんまり感度は変わりません。だから神経そのものの感度というよりかは、まあ球状皮の面積とかこういった繊毛の数とかで、その生物の匂いの感度っていうのは変わってきているというふうに考えられます。で、ここで、まあ、何が起きるかと。で、これ一般的な話ですけども、外からの化学信号ですね、細胞外の情報伝達物質、まあ、ホルモンとか神経伝達物質とか、あるいは今回の匂いとか、まあ、味物質とか、
そういった信号はある受容体センサーによって認識されて細胞内にその情報が伝達されて、でその結果、細胞応答が引き起こされるわけです。例えば形態が変化したり代謝が変わったり、あるものが分泌されたり、細胞が増殖したり、細胞が分化して例えば神経になったり、いろんな形になったり、あるいは感覚細胞だと電気信号に変換するわけです。匂いとか味とか光という、信号を電気信号に変換させる、まあ、感覚系はこうですね。その外からの信号を電気信号、まあ、こういったシステムが出来上がっているわけですね。だから匂いもそういう意味では、同じような、システムになるわけです。で、これが、匂いの場合ですけども、一つ一つの神経細胞を取り出すとですね、このように匂い物質をこうかけると、そうすると、まあ、ここでちょうどオンにしてますね。オンにするとこれ電極を例えば差し込んでおく と、このようにカレントが記録されます。電流が記録されます。でこれは、外からですね、中にナトリウムイオンが入っていったことによって生じる電流です。でこれが、まあ、いわゆる、脱分極信号といいますけども、この脱分極が最終的に電位依存性のチャンネルを開いて、このように、電気パルスを発します。例えばこの辺で、ボルテージ電位を測るとですね、このようにパルスがこう出るのが分かります。でそれがこうやって脳に伝わっているわけですね。ですからこれはもう本当に典型的ないわゆる生理学に基づく反応が起きるわけです。このように匂いの信号、匂いという化学信号が電気信号へ変わるというところですね。で、まあ、今話したのはですね、皆さんの鼻の中に匂い物質がこう入ってきて、それで、神経細胞を活性化するという話ですね。で、香り物質たくさんあります。それぞれの神経が、たくさんある香り物質をどのように識別して区別して感知するかといったところなわけですね。そこはもう長年もうずっと謎だったわけです。どうやってこういった多様な情報を、識別できるのか。でここで出てくるのが、この匂いの受容体です。で、匂いの受容体は、1991年に、この写真にある、コロンビア大学のリチャード・アクセルと、それから、今もう、ワシントンの方に移、シアトルの方に移っちゃいましたけども、当時コロンビアにいたリンダ・バック、この2人がですね、1991年に、匂い受容体候補遺伝子を発見します。これタイトル見ますと A noble multi-gene family may encode odorant receptors A molecular basis for odor recognition といったタイトルです。で、これは、まあ、この、論文をが、まあ、2004年のノーベル医学生理学賞のまあこうまあ、対象論文というか、まあ、この発見がこのノーベル医学賞に結びついたわけですけども、この論文はですね、非常に、まあ、センセーショナルでした。でどういうふうな意味でセンセーショナルだったかというと、まあ、これ1991年ですけども、一つはですね、この、まあ、多重遺伝子ファミリーですね、多重遺伝子ファミリーはどうやって見つかったかというと、まあ、今でこそ皆さんが、毎日使っているあの技術 PCR ですね、 PCR の DNA の増幅の PCR 技術をですね、いち早く取り入れた、そういった論文です。すなわちちょうど PCR の技術というのは1988年9年あたりに開発されまして、でそのぐらいから使われるようになったわけですね。それで、まあ、今はもう皆さんそのある遺伝子があればですね、まだゲノムプロジェクトが終わってない生物から何か相同遺伝子を取ろうと思ったときは、例えば宿主プライマーを設計したり、まあ、なんかそういった形で、相同遺伝子を取ってきますね。まあ、そういったいわゆる宿主プライマー、ディジネートプライマーというものを使って、こういったファミリーを、まあ、クローニングしてきたという、まあ、多重遺伝子ファミリーをクローニングしたっていう、そういう意味ではこれが初めての、まあ、研究だったわけです。だから、まあ、嗅覚の受容体遺伝子という、まあ、今まで未知だった、ものが取れたということだけじゃなくて、まあ、アプローチ的にでもですね、
その今普通にやられている双胴遺伝子の、クローニング法の、まあ、先駆けになったような論文でした。で、驚いたことにですね、この、遺伝子は、まあ、ラットから1000個ぐらいあるというふうに推定される、まあ、当時はまだもちろんゲノムプロジェクト終わってませんでしたから、すぐに数が分かるわけじゃないですけども、サザンブロット法を使ってですね、1000個ぐらいの、遺伝子からなるすごい大きなファミリーだということが分かったわけです。まあ、これが最終的には、まあ、この時はまだ、メイエンコードオダラントレセプターということで、まだその匂いの受容体である証拠は当時はつかめていなかったわけですが、まあ、現在ではこれが正しかったというふうに、ことで、まあ、もう嗅覚状態遺伝子候補ではなくなっています。で、ちょっと余談ですけども、この論文が、まあ、もう一つの意味で化け物だったと、化け物論文だったっていうゆえんはですね、ここにあります。ここに日にち書いてあるんですけども、こう見ると1991年の3月14日に、まずリシーブされています。それでアクセプトされたのがその1週間後の3月21日で、最終的にこの、雑誌に掲載されたのがその翌月の4月5日、2週間後の4月5日。これ驚くべきスピードなんですね。で、今でこそ、まあ、ウェブがあってインターネットがあって、で非常に速いスピードでまあ、論文掲載っていうのがなされますけども、当時はもちろんインターネットはないし、投稿したらまずそのプリントアウトしたものを投稿したらそれがレビューに回って戻ってくるのが3ヶ月か4ヶ月後でリバイスして、また3、4ヶ月レビューが待たされて、それでまたリバイスしてって、最初に、投稿してからですね、最終的に、アクセプトされて論文の掲載されるのに大体1年半ぐらいかかってた時代です。そんな時代でこんなスピードで出るっていうのはよっぽどのことがない限りできないわけで、まあ、セルっていう雑誌はですね、まあ、そういう意味ではその、まあ、エディターがですね、面白いと思った論文はですね、もうすかさずですね、それをレビューしてですね、それですぐに印刷に回すっていう、まあ、そういったことを、まあ、エディターの力でできた、まあ、そういったことによると思います。まあ、いずれにしてもそれぐらい大きな発見であり、この後のですね、嗅覚研究に影響を与えただけじゃなくて、他のエリアに、まあ、これは最大の G タンパク質共有型状態ファミリーだったわけで、そういう意味では G タンパク質関係の研究者たちも大きなインパクトを与えたという意味では非常に大きな論文だったわけです。で、このようにですね、まあ、何がこれで分かったかというと、その今さっきまで話してきたそのたくさんの匂いのたくさんの種類がある匂い物質ですね、まあ、数十万種類とも言われている匂い物質がこの1000個もの匂い受容体ですね、これによってどうやら識別されているらしいと、区別されているらしいということが予想されたわけです。で、まあ、これでその最初のタイトルの話に戻るんですけども、その多様な情報を識別するという、こう認識するというシステムですね、この嗅覚の以外にもう一つのがあります。まあ、もう皆さん知っているように、抗原と抗体の反応ですね。で、あらゆる外界からの抗原に対して我々はその抗体を作ることができる。で、それはここに示したようにDNA 遺伝子上の組み換えによってさまざまなタイプの抗原を作り出すシステムを持っているわけですね。これはまあ皆さん知っているように利根川進先生がまあ見出してノーベル賞をもらっているわけですけども、これも嗅覚と同じように外界からの多様な情報をきちっとレコグニッションするためのストラテジーなわけです。で、この抗原抗体の場合はですね、これ DNA の組み換えからなるわけですけども、嗅覚の場合は、まあ、最初からですね、その遺伝子上に多重遺伝子ファミリーとしてですね、
そのセンサータンパク質、受容体タンパク質をですね、最初から用意しておいて、その、線香を使って多様性を認識しようといったストラテジーを、取ってるわけです。でそれはまあこっちとはちょっと違いますね。同じ多様性を認識するための戦略として、その、まあ、組み替えによってその多様性を、あの多様な個体を作るか、あるいはもう最初から、遺伝子上に染色体上にその情報をコードしておくかという、まあ、大きな違いなわけですね。まあ、似たようなシステムですけども大きな違いなわけです。まあ、そういう意味ではその抗原抗体のメカニズムも、嗅覚と、まあ、似てるシステムということもありですね、このリチャード・アクセルとリンダ・バックは免疫の出身ですね。免疫の、研究でかなり有名だったわけですね。で、東大の坂野先生も、利根川先生のところで免疫をずっとやってたわけで、まあ、それで嗅覚に入って、まあ、興味としてはまあ似てるのかもしれないですね。私もですね、こういった多様な情報を認識するそのシステムっていうのは非常に魅力を感じてですね、この研究の領域に入ってきたわけですけども、まあこの論文はですね、私が大学院生の時に出た論文で、あの非常に今でも強烈なあのいあの思い出、あの記憶として残っていますけども、まあ、そういった形が分かった。でそれ以降ですね、あのこの嗅覚受容体遺伝子というものは、ゲノムプロジェクトの、まあがどん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 進むにつれてですね、いろんな生物で、まあ、分かってきました。それで、まあ、一つその特徴的なのは、その嗅覚受容体遺伝子っていうのは非常に、なぜか、その分子進化が早い、すなわちそのミューテーションが入ってどん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 変化していく、そういった、早い速度の分子進化を持つ遺伝子であります。それで、ここに出ている、表ですけども、これは、いろんな、生物ですね、ホヤとかヤツメウナギとか、この辺魚ですね。でこの辺カエルが出てきて、まあ、だからここからこっちは、まあ、カンブリア紀の大爆発でその生物が陸に進出した時ですね。それから、まあ、この辺ニワトリとかトカゲとかいますけども、この辺になると哺乳類になりますね。哺乳類になってここでマウスラットが出てきて、この辺では霊長類が出てきます。このような、まあ、系統中ですね、進化の系統中です。で、こちらに示したのがその嗅覚受容体遺伝子の数になります。で赤で示したやつがその機能しうる遺伝子ですね。ですからオープンリディフレームがきちっとあって、ちゃんとしたタンパクに翻訳されうる、遺伝子です。で、まあ、この黄色はちょっといいとして、その青ですね、偽遺伝子、これはスードジーンと言われているやつで、あのオープンリディフレームの中にミューテーションとか入ってストップコドンが入ってしまって、ちゃんとした嗅覚状態ができないような遺伝子になっている。あるいはあのミューテーションが入ってフレームがずれて、やはり翻訳上で問題がある、そういった遺伝子です。でこう見てみるとですね、どの生物も、かなりのパーセンテージはそのスードジーンとなっています。でこれはやはり、その嗅覚状態遺伝子がですね、やっぱりミューテーションが入ってどん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 変化しやすいという、そういった、ことを示しています。でもう一つ、この魚はだいたい50から100ぐらいの嗅覚状態遺伝子を持っているわけですけども、これカエルになって途端にその数が増えてますね。これ陸生になった時にどうやら、嗅覚状態遺伝子の数も爆発した、まあ、そういった爆発的に増えたというふうに考えられます。トカゲちょっと低い、ニワトリとか低いですけども、この辺の哺乳類は、約1000個ぐらいの嗅覚状態遺伝子が、存在します。で、霊長類になるとちょっと数が減ってますね。1000個ぐらいマウスとかラット持ってたやつが、霊長類になると300から400個ぐらいに減ってます。まあですからこういったその変遷を見てみると、まあ嗅覚状態というものがこう、まあ、どっかこの辺りで出現して、水生の時、水生動物の場合はそれほど数が必要ではなかったところが、カンブリア紀の大爆発で陸に動いた途端に、陸上のさまざまな低分子の有化合物、匂い物質を情報として使うがために、このように嗅覚状態遺伝子の数が多くなったと、
それで霊長類で少なくなっているのはおそらく我々は、視覚優位になってますね。視覚とかあるいは言葉、我々人は言葉を使ってコミュニケーションを取ります。ですから、嗅覚がまあそんなに必要でなくなったためにこう少なくなっているんじゃないか、まあ、このようにですね、嗅覚状態遺伝子の数とそれから数度遺伝子のあれを見ますと、それぞれの生物のその生態系ですね、どのような環境で生きているか、鼻をどれぐらい使うか、生きていく上で鼻をどれぐらい使うかといった、そういった生育の生態ですね、環境とか生態に、かなりそのこれらのこれの遺伝子は圧力を受けると、選択圧を受けるということが、言えるかと思います。でこれらの嗅覚状態遺伝子は、これは、人間の方です、ヒューマンですけども、これ赤く示したところに、散在してます、まあ、いろんなところにこう散らばってます。で、もうほとんどこう全ての Y 以外のところには全部あるわけですけども、例えばこう一つのこう赤いところを拡大してみますと、その一つのところにですね、実はその遺伝子がですね、このようにクラスターを組んでます。たくさんあります。だから、この一つ、まあ多分これ3、40箇所あると思うんですけども、それらのところで3、40個、まあ多い時は100個ぐらいの、遺伝子がですね、このようにこうクラスターを組んでることになります。で、まあおそらくですね、進化の過程で、あるもの、あるその嗅覚状態遺伝子が非常に重要な場合、そこで重複とか転座とかを繰り返してどん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 増える。一方で、D 遺伝子となって失われていくものもあるわけですね。でこのようにあの染色体上に散らばっておりクラスターを組んでいると、まあ、遺伝子の向きは右も左も両方ありますねということですね。さてじゃあ、先ほどのこの青い部分の D 遺伝子の数を見ています。数というかどのぐらいの部分を占めているのかというのをプロットしたのがこれです。でこれを見るとですね、犬とかマウスは約 25% の嗅覚状態遺伝子が G 遺伝子となっています。でそれに対して新世界ザルでは 35% ぐらい、それから、旧世界ザルになると 40% ぐらいという感じで、まあ、霊長類も 40% ですけども、人間でポコッとまた出ていると、こういった、まあ、だんだんこう G 遺伝子化が進んでいるというふうにこう見えるわけです。でまあなるほど、新世界ザルと旧世界ザルの違いは、新世界ザルは、2色色覚ですけども、旧世界ザルになると3色になる。だからどうもその視覚を優位になったから嗅覚状態遺伝子 にあの数度人化が進んだんじゃないかというふうに考える。でまあそれを支持するかというように、ここにある ホエーザルですね、ホエーザルっていうものがどうも遺伝子の遺伝子化が進んでいると。で実はこれだけが三色色覚なんですね。ですからこの論文が出た2004年頃にはですね、どうも視覚の、進化とそれから嗅覚の、退化というものがリンクしているんじゃないかということが言われたわけです。で当時はまあなるほどと思ったわけですけども、実はそんな単純なものではないということが、まあこれを日本のグループがやって分かったんですけども、必ずしも別に視覚が優位になったからといって嗅覚状態遺伝子が、まあ少なくなったと、G 遺伝子化が進んだというわけじゃないっていうのが、この論文で示されています。でこの人たちがやったのはですね、ここにあるように、マーモセット、マカク、オラウンタ、チンパンジー、ヒトと、まあ、こういった、霊長類を対象にですね、その機能している遺伝子と、G 遺伝子を見ている。でそれだけじゃなくて、この、相同遺伝子セットですね、この5種の、霊長類で相同な遺伝子がどれぐらいあるかっていうのをこうもう見てみると、そういったことをやってみる。でちなみにマーモセットはここに書いてあるように三色子視覚を持たないですね。ですから、さっきの話だと、嗅覚優位かなというふうに考えられるわけですけども、で、実際はですね、この G 遺伝子ですね 37% ですので他よりは確かに少ない。しかし、機能している遺伝子っていうのは、
実はこうマカクとかオランウータンよりも多いんですね。で、しかもここで見てみると、共通の遺伝子、相同性のものはですね、マカクとオランウータンでこう多く失われて、こうマイナスがついてるのは、これが共通の遺伝子がなくなってるんですね。で、この部分が、この青い数字のところが、遺伝共通の相同性のものを持っているということなので、どうもそのマーモセットが、他のに比べて、嗅覚が、そういう意味では優れているとも特に言えないわけですね。ですから、まあ、こういった研究から、まあ、まだまだその辺の、進化と感覚系のその進化とですね、どうリンクしているのかっていうのはまだ、決着がついていないところですね。ただし、まあ、こういった研究が最近ではできるようになってきているということです。これ、ネズミの、鼻の中の、の断面図ですね。前から後ろにかけてこう断面図を作ると、こういう鼻腔空間が白くて球状皮が青くなってます。で、ここに尿意物質が入ってくるわけですけども、人間の場合はですね、この球状皮っていうのはこの鼻の、奥の上の方にあります。ちょうど目の下の鼻の、ちょうど頭痛い時、皆さんが鼻を押さえるような時ところのすぐ後ろぐらいにありますね。だから結構奥まったところに入ってます。で、しかもその面積的にはやっぱかなりその鼻腔空間に占める面積少ないですね。ですから、そういう意味では我々も、ちゃんとクンクンと匂わないと、鼻の球状皮に匂いが当たらないで匂えない。だから誰かが、なんかこ、おならの匂いしないとか言ってた時に、自分は今気がつかなくてもこうクンクンとこう吸うとですね、匂ったりしますよね。ですから、まあ、鼻から入ってきた匂いをきちっとここに当たらないと、感じないわけです。それで、さっきの、その解剖学的に退化したかっていうことなんですけども、確かに直立歩行になって鼻がへこんで、球状皮が上に押し上げられたっていうのは確かにそうです。だから霊長類、皆さんみんなですね、直立歩行になって鼻がこう低くなったせいでですね、匂いの、その解剖学的にはやっぱルートから外れてるわけですけども、人間しかできない、技があります。で、それがですね、鼻から来るその匂いを感じることができるじゃなくて、できるだけじゃなくて、口の中からの、喉越しから入ってくる匂いを感じることができる唯一の動物です。で、どういうことかというと、皆さんもうよく食べてる時をこう思い浮かべてみると分かると思うんですけど、口の中でもぐもぐもぐってやって、で、飲み込む時に、その喉越しからこういい香りがこうふわっと上がってきて美味しいと感じる時があると思います。で、それなんですね。要するに、ネズミさんとかはですね、こういう呼気のルート、肺の方に行くルートと、口の中から、胃の方に行くルートっていうのは完全に分離されてます。ところが人間の場合は喉でそれが交差してますね。ですので、時々その肺の方に食べ物が入ったりしてゲホゲホってやるわけですけども、交差してます。で、交差してて、我々は言語を獲得したので、声帯がちょっと位置がこの動いてて、その結果飲み込む時にふっとちょっとここの弁を締めて息を止めると。で、飲み込んだ後にふっと息を吐き出さないといけない。で、その時に鼻からこうふっとこう、息を吐き出す時に口の中で出てきたいろんな食べ物の香りが、鼻腔内に入ってくるわけです。で、それを美味しいと感じるわけです。ですから、例えば鼻つまんで食べ物を食べたら味もそっけもないと感じたり、あるいは、風邪ひいてる時は美味しくないっていうのがあると思いますけども、まさにその喉から上がってくるレトロネーザルオルファクションがあるから、我々は食べ物を、料理を食べながら美味しいというふうに感じることができるわけです。ですから、人間の場合は解剖学的に確かに退化してるかもしれませんけども、こういったそのレトロネーザルのオルファクションを、使えるようになったという意味では、進化したのではないかと。要するに嗅覚を、食べ物の美味しさを味わうためのそのツールとしてその使う、まあ、そういった贅沢な使い方をし始めたわけですね。本来ネズミとか生物、他の動物は、生きていくための必須な、その例えば危険とかを察するものなんですけども、人間の場合は美味しさを感じる、そういった、技というか、まあ、進化的に獲得してきたわけです。
まあ、そういう意味では、必ずしもその機能的に退化したというふうには言えないかもしれないです。ただし確かに、やっぱり我々は匂いを使わなくなっているので、どうしてもやっぱり嗅覚状態遺伝子は少なくなっている、まあ、そういう意味では退化している。でやはりそういったそのどういった感覚をですね、生きるために使っているかといったことは、かなりやっぱり嗅覚状態遺伝子の偽遺伝子化に、影響を与えます。今話が出てた、人は約半数の嗅覚状態遺伝子が、偽遺伝子化されています。で、ちなみに、これ全員がですね同じ遺伝子レパートリーを半分失っているというわけではなくてですね、人それぞれ違うんですね。ですから今私の講義今日何人聞いてるかちょっと全然わかんないんですけども、例えば、10人聞いてたらですね、半分の人はある遺伝子は偽遺伝子化してるけども半分の人は、偽遺伝子化してないとか、まあ、そういった形でそれぞれちょっとずつ違うのでですね、必ずしもこの 50% っていうのが全て同じ 50% ではないということですね。これからこうやって見てくるとですね、やっぱりさっき言ったようにマウスとかラットはまだ偽遺伝子化が少ないですね。それでこうブーッと見てみると極端に多いのがあります。ここに約 90% で何かと見るとこれイルカなんですね。でイルカは皆さんご存知のように、海に戻った哺乳類ですね。ですから彼らはですね何をそのコミュニケーションに使うかというと音を使いますね。エコーを使って、コミュニケーションを取ります。でどうもその結果、匂いはもう必要じゃなくなったんじゃないかと。ですからかなり偽遺伝子化がこのように進んだというふうに考えられます。でこれを見るとやっぱり匂いの状態遺伝子っていうのはその生育環境とそれからどういった感覚をコミュニケーションに使うかといったことがどうもやっぱり遺伝子に随分選択圧を与えているということが言えると思います。ですから、まあ、我々が、匂いの状態遺伝子をより多くラットとかマウスに比べて失ってるっていうかそういう意味ではミューテーションが入っているということは、まあ、リーズナブルなのかもしれないです。で、そういった生育環境によってそのやっぱり遺伝子の偽遺伝子化が進むっていう例が、これになります。でこれはですねヘビですね。それで、ウミヘビというのは、そのここにあるように、陸上環境から、海洋環境へと移行したものがあります。でこれはコブラ、ここにいるコブラ、陸生のコブラとそれから、エラブウミヘビといったもの、それからいわゆるウミヘビというこの3つで見てみるとですね偽遺伝子化がこのような順に進んでいるんですね。陸生のコブラが一番少ない。で、エラブウミヘビからウミヘビとこういったふうに、海洋環境へ移行するにつれてやはり偽遺伝子化が進んでいるといったことですね。ですからまあそういう意味ではここに書いているように陸上環境にて獲得された嗅覚っていうものは、まあ、海洋の環境では全く役に立たないといったことを示していると思います。ですからまあこういったふうにですねどんどんやっぱり分子進化が進むような、遺伝子だということなわけです。これもやっぱり生活環境、生態系にかなり影響されているということですね。逆に言えば、嗅覚状態遺伝子の変遷を見れば、かなりその進化的な議論も分かるよということですね。で実際に、海洋環境と陸上環境でやっぱり嗅覚状態遺伝子がだいぶ違うんだよっていうのを示したのはこれです。でこれは嗅覚状態遺伝子の数の進化的な変遷ですけども、人、マウス、カエル、魚と、まあ、こういったのを代表的なのを選んでみました。で人間の嗅覚状態遺伝子っていうものを配列上から、ファミリーに分けるとこのようにクラス2ファミリーというのとクラス1ファミリーとに分かれます。だいたい人間は、300の後半ですね380ぐらいの機能遺伝子機能嗅覚状態遺伝子を持ってます。でそのうちほとんどはクラス2です。でそのクラス2っていう遺伝子はその相同性を探索して元をたどるとですねマウスで900個、カエルで370個、それで魚でですね、たった1個のこれがですねどうも起源だということが配列上から分かっています。
ですからたった1個の魚の持ってた嗅覚状態が重複転座を繰り返して増えていって、またまあヒューマンで少なくなっているというふうに考えられます。それからこのクラス1ファミリーの57個、これは元をたどるとカエルにあった2個ですね、これが起源になります。ですから人が持っている嗅覚状態遺伝子の起源は魚とカエルにあるわけですけども、魚が持っていたほとんどの嗅覚状態遺伝子は、カエルの時期にもうなくなっちゃってますね。やっぱこれを見ると分かるように、やっぱり、海の中の環境とそれから陸での環境ではやっぱり使う嗅覚状態の種類が違うということが言えるかもしれないです。まあ、あのリガンド自体も魚はアミノ酸みたいな、物質、まあ、比較的水溶性のものですね。それに対して陸生の、動物は 陸の場合は匂い物質というのは比較的疎水性のある物質ですから、まあ、物性も違いますし、まあ、その存在する濃度も違うわけですね。まあ、そういった形で、やはり陸生とそれから海というのはさっきのこの、海蛇じゃないですけども、かなり嗅覚状態遺伝子にも影響を与えるといったことが言えるかと思います。まあ今のそのこの変遷をこうまとめた、図がこれです。もともと嗅覚状態遺伝子のファミリーの起源というものがありました。でゲノムプロジェクトから、ホヤはもうこの嗅覚状態遺伝子は持ってません、消失してます。でどうもナメクジオは少し持ってると。それからここで分岐したヤツメウナギは持ってると。ただしその後の、魚類とかこの辺に行くにつれて、こいつらの状態とはちょっと違ったレパートリーを魚類は持っている。で、魚類が持ってたレパートリーのこの例えば紫色のはもう両生類で消失してしまっています。これも消失してしまっている。ところが、これちょっと見えないですけど、ここにあった一個のやつが、両生類でバーンと増えて、それで、我々もこれを持っているわけですね。で、両生類で出現したやつがこのように我々は持っていると。先ほどのこの図をもう少しこう進化の系統樹で見たような形ですね。そうすると、OR の嗅覚状態オルファクトリーレセプターだから OR というふうにあれしてますけども、その進化の過程で、それぞれの生物のリニエージでですね、必要な嗅覚状態遺伝子が獲得されて使われているというふうに考えてもいいかもしれないです。特にやっぱり大きなのはここにあるように空気中用の匂いの状態遺伝子が爆発的に増加していると。やっぱり陸生になったところですね。それから、水中用の、オルファクトリーレセプターがここで、まあ、消失していると。でこの後に、海に戻った生物たちはほとんど嗅覚を使わないようになってしまっているということですね。でこのようにその嗅覚状態遺伝子っていうものを見るとですね、生物の進化と絡めてその生育環境と生態を見ながら比べていくと興味深いことがいろいろ見えてくるということです。だからまあ遺伝子上のこういった多重遺伝子ファミリーっていうのは意外と、まあ情報を持ってるわけです。まあ皆さん知っているように MHC クラスターですね、人間で HL2 免疫の主要組織適合抗原、すみません、主要組織適合、複合何だったかな、複合体をコードする遺伝子群というのも、かなりそういう意味では、変化が激しいので、そういった対象になっていると思いますけども、嗅覚状態も同じです。で今、お話したその嗅覚状態オルファクトリーレセプターは、球状皮に発現しています。で球状皮に発現していて、匂い物質を、識別します。で、まあ、これは最初の発見だったんですけども、それ以降ですね、実はいろんな外からの化学情報を、認識するレセプターっていうのはこの、嗅覚状態だけじゃないっていうのが分かります。で最近ですとですね、このトレースアミンアソシエイティッドレセプターっていうのが15種類ぐらいあります。でこれは最初鼻にあるっていうのは知られてなかったんですけど、最初脳の方でですね、脳に発現している、GPCR ということで、まあ、見つかってきたものなんですけども、実は鼻でも発現していて、
トレイスアミンアソシエットっていうぐらいですから、アミン系の匂いですね、魚の腐ったような匂いとかアンモニア系の匂い、こういったものを認識する匂いの状態でもあるといったことが分かった。それから、これは GPCR じゃなくてグアニエサイクレースという一回膜貫通型のものですけども、これ一周しかないですけども、これマウスで何を役割やってるかっていうと、二酸化炭素ですね、 CO2 を認識するのに関連していると言われています。ですから、こういった物質は、匂いとかフェロモンというような物質、それからグアニエサイクレースは CO2 とか、ペプチド性のものも認識するんですけども、こういったものが、花のこの球状皮で発現している。でその球状皮だけじゃなくて、実は感覚器官というのは他にもあって、一つはこの序尾器官というやつです。これは今日の後半の講義でお話しします。フェロモンを感知する、器官です。ここを取ってしまうと、マウスは性行動とか社会行動がおかしくなります。そういった器官なんで、フェロモンを感じるセンサー器官と言われています。でここには序尾器官でボメロネーザルオルガンという言葉を取って VR というのが2種類あります。一つはこの普通の嗅覚受容体タイプで、 N 末端も C 末端も短いやつですね、ロトプシンファミリー。でもう一つはこの N 末端がこの非常に長いタイプの受容体、このタイプカルシウムセンサーとかグルタミンレセプタータイプで、もう一つですね、フォルミルペプチドレセプターっていうのが出てます。これらがどうも、フェロモンとか外からのいろんな情報因子を認識するレセプターだというふうに考えられています。で実際これはですね、揮発性のフェロモン、これは、ペプチド性のフェロモン、これは後半で話します。それから、このフォルミルペプチドレセプターっていうのもペプチド系のものとかフェロモンを認識するっていうふうに考えられています。でこれはこの2つはですね、この V1R と V2R っていうのは外からの、フェロモンを認識しますけど、このフォルミルペプチドレセプターっていうのは、これは実は鼻だけじゃなくてですね、マクロファージとかあっちの系でその、出ているレセプターで、さまざまなその外界からの微生物由来のものを認識するというふうに言われています。ですので、まだよく機能は分かってませんけど、おそらくこの受容体は鼻の中で出ていることによって、お互いのマウス の, そのいろんな微生物に対する感染の状況を把握するために使われているんじゃないかなというふうに考えられています。この他に一番この先っぽにあるグリンバーグガングリオンっていうところもフェロモンとか、最近は温度を感知しているということが言われています。それからこのセプタルオルガンっていうのもあるんですけども、これも匂いという感じで、その嗅覚受容体がリーダーバックとリチャード・アクセルによって見つけられた以降ですね、その匂いを感じる器官もいろいろあるということは分かっただけじゃなくて、いろんなタイプの受容体が、その匂いとかフェロモンといった外界からの情報を認識しているということが分かってきています。でこれを見るように、やっぱりその多重遺伝子ファミリーを作っているのが多いですね。やっぱりその外からの多様性を認識識別するという意味では、このようにまずレパートリーを準備することによって、その外からの情報をに対応しているんじゃないかというふうに考えられるわけです。で、それぞれの今このトレイスアミニンアソシエイトレセプター TAR、 それから OR、 V1R、 V2R というのが、いろんな生物でどのように数として存在するかというのが、もう分かっています。こっちはオルファクトリーレセプターですね、さっきまで話してきたやつです。で TAAR、 これは、脊椎動物哺乳類はだいたい15個ぐらいありますけども、なんと魚では100個とかありますね。やっぱりアミン系の匂い物質を認識しますから、アミン系の匂いっていうのはやっぱり水溶性のものが多いんで、やっぱり魚がいっぱい持ってるんでしょうね。それから、序尾器官は、やっぱりラットとかマウスとか、そういったその、月種類ですね、哺乳類の中でも、霊長類はもうほとんど持ってませんね。であとはカエルがこれを持ってたりとかする、やっぱりこういうのを見ると、やはりその進化の過程でその数が非常にドラマティックにこう変遷しているっていうのが分かると思います。だから遺伝子上で、増えたりなくなったりしているということが言えると思います。そういう意味ではこういった、化学感覚に関する受容体遺伝子をやっぱりは
いろんな生物でこうやって見るとですね、やっぱりいろんな情報が得られるというふうに考えることができます。まあ、ある意味その、ゲノムビッグバンという今回の GCO のですけども、まあ、そういったものを彷彿させるような、まあ、このドラマティックな変化になるわけです。さて、じゃあ、肝心のやっぱりいっぱい受容体がありますと、で匂い物質がいっぱいあると、じゃあそれをどうやってそう識別してるかと、まあ、抗原抗体反応だと1対1になるわけですけども、どうなってるのかということです。まあ、普通に考えれば当然このように組み合わせになっているということは、容易に、想像がつくわけです。で、まあ、いろんな研究から一つ一つの受容体は構造的にこうやって似てるところがある匂い物質を認識することができる。また一つ一つの匂い物質は、それぞれ複数の受容体によって認識されるということで、こういった受容体と匂いの組み合わせが、その識別に関わっている。まあ、これは鍵と鍵穴みたいな関係ですね。受容体側が鍵の穴になってて、どの鍵がはまるかと。で、その組み合わせが、まあ、それぞれ違うわけです。それぞれ例えば縦軸に受容体を取って横軸に匂い物質を取るとですね、一つ一つの受容体はある匂い物質をこう認識できる。こういったスペクトルを持っているわけです。でそれぞれの受容体がそれぞれ違った匂いに対するスペクトルを持っています。そうすると匂いにこうやって注目してみますと、それぞれの匂いに対して、認識される受容体のこの組み合わせが違いますね。例えばバニラはこういうパターンですし、さっき出てきたその柔軟剤でよく使われるムスクみたいのは、こんな感じ でイソキッソー酸という足の裏の匂いは例えばこういうインドールっていうちょっと臭い匂いはここのあたりとかね、まあ、これはあくまでもモデルです。でこれを見ると、我々だと400個ぐらいの受容体を持って、その400個ぐらいの受容体のどこにこう棒を引くか、すなわちこうバーコードみたいになってるんですね。そのバーコードのパターンがそれぞれの匂い その質の決定する、まあ、情報になっていると。例えばムスクとイソキッソー酸、これ同じようなバーコードがこう出てきてます。でバーコードが共通してればしてるほど似た匂いになります。まあ、ちなみにムスクとイソキッソー酸は全然違う匂いなんで、これちょっとちょっとおかしいんですけども、このようにバーコードが似てれば匂い非常に近い匂い、全然違ったら違う匂いになるわけです。でこういったことを考えると、まあ、何百個か嗅覚状態があればですね、非常に多くのもう天文学的な数字の匂い物質を識別することは可能と、計算上は可能ということになるわけです。まあ、だからこれがいわゆる一番最初の僕の講義で、その多様性を認識するメカニズムということで、多重遺伝子群がこうやって多重遺伝子群がこういった多様性をこう識別する基盤になっているといったことになるわけです。で今話したのはこのようにその匂いと嗅覚状態は、組み合わせになっているということです。だからそれぞれの、匂い物質に対して、受容体レパートリーがそれぞれ違うと。そうすると、まあ、匂いの質も変わってくるわけです。で先ほどのですねから出ているそのギー電子化と、例えば嗅覚状態電子がギー電子化してしまうとどうなるか。例えばこの赤の受容体をギー電子化してみましょう。そうするとここに消えちゃいます。そうするとですね、まあ、ほとんどの、匂いはですね他の受容体があるから、まあ、大体匂えるんですけども、例えばたまにですねこの1個の受容体だけで感じてたやつがある。そうするとこうもう匂えなくなっちゃう。そういう時は時々あります。それが、いわゆる嗅毛というやつですね。匂いの盲目の毛ですね。嗅毛と言われています。でこれはですねどうも嗅覚状態遺伝子のギー遺伝子化と関係あるというふうに言われています。例えばアンドロステノンというステロイド系の匂い物質、これはちょっとおしっこみたいな匂いがするらしいんですけども、約 6% の人がこれを匂うことができない。ちなみに僕もこれは匂えません。でなぜか男性の方が多いですね、匂えない人は。これ M は男性で F はフィーメールで女性です。あと、2ノネナール、これ加齢臭ですね。これ皆さん似合ったことない人が多いかもしれませんけども、本当なら、皆さんここに集まっていれば、持ってきて匂ってもらってもよかったんですけども、さすがに匂いをそちらに飛ばすわけにはいかないので、
そこはちょっとあれですね、映像は飛ばせますし音も飛ばせますけども、匂いだけは飛ばせない、ね、匂いの出るテレビとかいろいろ開発しようとしていますけども、匂い飛ばせることなくて残念ですけども、そんな悪い匂いじゃないですね。ちなみにこれ匂えない人も 6% があります。それからムスクの匂いですね、これも匂えない人がいる。で非常にあれなのはイソキシソウ酸ですね、これは足の裏の匂い、この匂いも匂えない人がいます世の中に。なぜか男性の方が多いですね、圧倒的に。私は柏キャンパスに一昨年まで行ったんですけども、その時に柏でオープンキャンパスやりますね、あの時に、高校生とか来てそのイソキシソウ酸をこういうの匂ってもらうんですけども、やっぱり50人に1人ぐらいですね、やっぱり匂えない人いるんですね。だからやっぱりいるんだなと思います。という感じで、やはり遺伝子がこれ、まあ、その実際論文になっているものですけども、実際にそのジェネティックバリエーション、すなわち嗅覚状態遺伝子の、偽遺伝子化がその匂いの知覚に影響を与えるといったことが、示唆されています。ですのでほとんどの、まあ、匂いに対しては1つぐらい偽遺伝子化してもですね、そこまで影響しませんけども、まあ、中にはこういったふうに影響を与えるものもあるということです。でもう一つですね、匂い の世界の非常に複雑というか面白いところというのはですね、今言ったようにその各匂い物質がどの状態を認識するかというその組み合わせが違うという話をしてました。で実際は最初の講義に言ったように匂いというのはもう一気に来ますね。いろんな種類が混ざってるところで、混ざってるとどうなるかって、たまにこういう時はこう普通はこう、2つの匂いを混ぜるとこのパターンは足し算になるというふうに考えられますね。この匂い物質のパターンとこの匂い物質のパターン足し、ところはですね、これお互いにこうブロックしたりする時があるんで必ずしも同じにならない、こう新しいこうその、コードが出来上がることがある。でよく匂い物質を混ぜていくと元々の匂い物質は何だったか分かんなくなってしまうということもあるんですけども、それを説明しているんです。でブロックするだけじゃなくて、このように一つだとこう活性化されないのが二つあると活性化されるということもあるんですね。で抑制とか相乗効果が起きる。でこの匂い物質が合わさって相乗してなんかこう発火するっていう、これは我々がいつも、料理で感じていることだと思いますけども、なんか美味しいものを料理を食べてそこにワインとかお酒とか、そういったものを合わせるとですね、途端にその相性が良くて、まあその業界ではマリアージュというんですけども、非常に美味しい香りがプワーッとこう上がる時があります。でこういうそういう時っていうのはやっぱり一つ一つの物質ではなかったの、こう、まあ、合わさるとですね、こういった形で新たなコードが出来上がって新たな感覚が生まれたりすると、まあ、そこが匂いの面白いところですね。ですから単純に それぞれの匂いのコードで、その出来上がるわけじゃなくて、こういったことがですね、これ受容体レベルの話にしてますけども、受容体レベルだけじゃなくて、神経回路レベルでもこういった抑制とか相乗っていうのができてる、上がってるということです。まあそれによってさ、香りのマリアージュが起きて、まあ食べ物が美味しくなったり、お酒が美味しくなったりするわけですね。さて、今話してきた内容っていうのは大体ここに集約できると思います。鼻の中に入ってきた匂い物質が、このようにその球状皮の、にある神経細胞の先端にある、繊毛ですね、その繊毛にある嗅覚状態によって認識されます。でその認識された信号が電気信号に変わって、一次中枢である嗅球というところに伝わります。でここでですね、一つまあクエスチョンなわけですけども、数百種類から千種類ある受容体で、先ほど話したようにこのように、識別するわけですね、それぞれ匂いを。ところがもしこの一つ一つの神経細胞に、その400種類の受容体が全部出てたらですね、せっかく区別してるのに同じ信号としてこう伝わっちゃうわけです。でそれはあまり賢くない。で生物が作り出したそのメカニズムは、
ここにありますように、一つ一つの、神経には一種類の受容体しかない。このようにその赤の神経にはこの赤のタイプの受容体と、この緑の神経には緑のタイプの受容体と、でそれぞれ、それぞれのその同じ受容体を発現する神経は、足を全部同じところにこうやって伸ばしている、緑の神経は全部ここの緑のところに行くといった感じの神経回路が出来上がっています。でこれ非常に賢いシステムで、なぜかというと外から来た匂いの情報は嗅覚状態のパターン、活性化パターンに置き換えられるわけです。その活性化されたパターンがそのままここに伝わるわけです。そうやって、識別することができるわけですね。非常に賢いシステムを獲得しているわけです。でちなみにこの嗅覚状態 その電気信号への変換というメカニズムはもう分かっています。それどうなっているかというと、この匂い物質が嗅覚状態に結合して、で G タンパク質系が動きます。これ G タンパク質強化型状態ですね。先週か先々週に広川先生が講義をしたと思いますけれども、多分 GPCR の話をしたと思いますけれども、 G タンパク質強化型状態です。で再発見 P が上がって、それによって開くチャンネルがあるので、化学信号、匂いの化学信号というものが、電気信号に変換されるわけです。それが、末梢で起きているし、で、ちなみに、ちょっと話が、飛びますけども、このように匂い物質で、神経がこう活性化されると、どん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 シグナルが流れるわけですけども、こうやってずっとシグナルが流れてしまうと神経もへたっちゃうわけで、すぐにこれストップさせないといけない。でこれストップさせるメカニズムですぐには回復しないです。でこれはどういう実験かというと、匂いを当てると電気信号を発する、さっきの生理学の実験ですね。ですぐに匂い、同じ匂いを当てると、同じ大きさの応答が得られない。でもう少し待っていくと、だんだんその元の大きさに戻るわけですね。このように嗅神経細胞というのは匂いに対して応答を示すだけじゃなくて、その後、順応あるいは脱感作と言われているそのことが起きる、すなわち、何らかの形でこのシステムが、抑えられている、ネガティブにフィードバックされている部分があるということです。でどういったメカニズムがそれに考えられるかというと、一つは、カルシウム、外のカルシウムを除くとこうやって戻ったやつが戻らなくなるということで、明らかに外からこうカルシウムがこう中に入るということが、重要な、そのこの順応に重要な現象だということです。でどういったことが起きているかというと、今言ったようにその匂いの受容体が活性化して G タンパク質が動いて、サイクリック ATP が動いて、外からカチオンが入るという、こういうシステムが動くと同時に、これをストップさせるシステムが動く。どういうことか、どういうシステムかというと、カルシウムがカルモジーに結合して、それがサイクリック ATP を壊すエンザイム、フォスフォジエステレーゼを活性化する。一方でこのカルシウムカルモジュリンはカルモジュリンカイネーズ2を活性化すると、これがアデネサイクレス3をリン酸化してこれを活性化する、あるいはこのカルシウムカルモジュリンがこのチャンネルに結合して、それでその結果このチャンネルが閉じてしまうということで、外から入ってきたカルシウムによってネガティブフィードバックがこのようにかかるわけです。でそうすることによって、この、一回活性化されたやつは定常状態に戻る。ですから先ほどのこのここからスッと戻ってですね、すぐに匂い物質をかけてもその反応が戻らないということは、こういったメカニズムが働くからなんです。これがいわゆる我々がよく感じている匂いに対する慣れ、順応のメカニズムの一つです。で、この匂いの受容体がどういった匂いに反応するかっていうのを今実験室レベルで見ることができます。まあもちろん我々の鼻の細胞を取り出してやることはなかなかできないので、こうやって実験室で研究する場合は、バイオ細胞を使います。で人のバイオ細胞に匂いの状態を発現させて、カルシウムを、匂いに対するカルシウムの上昇を見ると。で、これは、カルシウムの、濃度が高いやつが赤くなるふうになってます。そうすると、このように最初に匂い物質が赤くなる細胞があると思います。で匂い物質の濃度をだんだん濃くしていくと、より多くの、より強く
より多くの細胞でより強くこうやって反応するのが分かると思います。でこのような圧生系を用いて、それぞれの受容体がどういった匂い分子を認識するかという構造活性相関を取ることができます。これが一つの例ですね。いろんな匂い物質を当てるとリガンドとなる匂い物質とちょっと構造が変わると認識しない、こういった、ある意味緩い、いろんな匂い物質を認識するからその結合部位は緩いんですけども、きちっと選択性もある。例えばこれとこれは厳密に識別しているわけですね。こういった、嗅覚状態っていうのは、いろんな匂い物質を認識できると同時に厳密な識別もしているといったことが分かるわけです。で最近は、どこで結合するかっていうものをできる。これは先ほど話したように、酸素系の広川先生がいろいろ話したと思いますけど、 GPCR の、リガンド結合部位っていうのを、検索することができると。でこれは実は広川先生と共同研究でやったことなんですけども、嗅覚状態の、どこで匂いが結合するか。でこうやって嗅覚状態をこう見てみるとですね、1000種類とか並べてみると非常に保存されている青いアミノ酸と、それから保存されてない赤いアミノ酸がある。で保存されてない部分はこの3番目4番目5番目の、ヘリックスのあたりにあるんですね。まあ、あとこの構造を作るようなこう G スルフィド結合とか糖鎖修飾とかあるんですけども、それで実際にそのどこで結合しているかっていうのを、V 特異的変異体と、それから広川先生がやっているような、シミュレーションですねを使ってやると、匂い物質がこうどこに結合するかっていうのが大体分かった。この膜の貫通部位の中の方にこう匂い物質が外からピュッとこう入ってきて、それでこの嗅覚状態は構造変化を起こしてシグナルを中に伝えると。でその後匂い物質はこう外れていくといった構造が見えてきた。でこう見るとですね、匂い物質というのは、ロイシンとかイソロイシンとかフェニラニンとか比較的疎水性の高いアミノ酸でこう認識されているのが分かりました。で、アドレナリンとかですね、アセチルコリンとか、まあ、ああいったホルモンの、結合部位というのは比較的水素結合とかでがっちりと認識されるんですけど、匂いの場合は比較的穏やかな緩い結合になっているということが、これで、分かりました。で、このようにその匂い物質というのは、タンパク質共有型状態の嗅覚状態と認識されるわけですけども、これは別に特殊なケースじゃないです。例えばアドレナリンとかドーパミンとか、最近、構造アドレナリン状態の構造出てきてますけども、ポケットとしては同じようなところですね。ですから、そんなにすごい特殊な結合環境であるということではないです。で実際ですね、その匂いってなんか特殊な物質のように聞こえるかもしれないんですけども、例えばそのここに出ている物質っていうのは皆さんよく知っているドーパミン、セロトニン、これ脳内神経伝達物質、アスピリン、痛み止めですね、テストステロン、男性ホルモンですけども、こういろんな物質と並べてみると、例えば匂い物質の中でも、オイゲノールというクローブの香り、歯医者に行くと香るする匂い、最近歯医者では使ってないですけど、ちょっと昔の、皆さんが小学生とか中学生頃には歯医者に行くとなんかスパイシーな匂いがしたと思いますけど、それオイゲノールです。歯髄の炎症を抑えるための物質として使われてたんで、これは匂い物質ですね。ただドーパミンと構造的に非常に似てますね。スカトール、これ非常に臭い匂いです。これとセロトニンは非常に似てますね。このアミンとアルコールを取ったらスカトールになります。アスピリン、サロンパスの匂いであるサルチル酸密油と似てます。もともとアスピリンというのは植物のこういったサルチル酸が取れて、そこからデザインされて出てきた物質ですから、そうなんですけども、テストステロン、男性ホルモンもアンドロステロンで、これは豚のフェロモンで、さっき嗅毛もあるという話をしましたけども、非常によく似てますね。でなんでよく似てるかというと、それは当然であって、外に出てくる匂い物質というのは生物の二次代謝産物ですね。生物の代謝経路から出てくる物質が匂いです。ですから当然体の中で作られているいろんな、ホルモンとか生理活性物質と、似てて当然なわけです。その中で揮発性のあるもので、分泌されてくるものが、匂いとなるわけです。
ですから、こういった、匂いセンサーの鍵穴の立体構造の研究っていうのは、ホルモンの研究、創薬に関わるようなホルモン研究にも当然その、有用な知見になりうるということです。で、今話した内容をもう少しこう簡単にまとめると、この匂い物質と受容体というのは組み合わせになって、一つの神経には一種類の受容体を発現しているので、しかもその同じ神経、同じ受容体を発現する神経は足をこうやっての同じところに伸ばしているので、それぞれの匂い物質の、信号というのはこのようにパターンとして、その脳に伝わるということなわけです。ですからこのように、多重遺伝子群によって識別したその匂いのシグナルというものをきちんとその混線しないで、脳の方に伝えるという素晴らしいその神経回路を持っているわけです。で、実はこの応答を、見ることができます。どうやって見るかというと、これは麻酔をかけたマウスですけども、その頭の上を少しこう沿って、でこの嗅球を露出させます。で顕微鏡下で、麻酔をかけたマウスに匂いを嗅がせて、ここでカルシウムイメージングをします。そうするとこのようにそれぞれの匂いに応じた、発火パターンが見られます。この、明るくなっているところは発火している部分です。でそれがちょうどさっきのこの図でいうとこれになります。この一つ一つの神経がこう集まっているところですね。そこが、こういうふうになります。ですからイソキシソウ酸、足の裏の匂い、ヘプタナール、ヘプタノン、こういった物質がこういった特徴的なパターンを作るということ。ヘプタナールとヘプタノンというのは、これは同じ C7 の化合物で、こっちがアルデヒドで、こっちがケトンですので、非常に似てるので、認識される状態も似てます。とか、よく見るとちょっと違うので、匂いの質も違う。イソキシソウ酸は全然パターン違うので、全然違う匂いですね。ですから、このパターンが似てれば似てるほど似た匂いになるんです。先ほどバーコードの話しましたけども、同じ、概念ですね。でその反応を実際にムービーでお見せします。最初の匂いで、ここが反応した。で次の匂いはこの辺りが反応してますね。で次の匂いこれで、ここ次の匂いここでしたね。次の匂いはこの辺りで、次がこの辺りで、最後にこの辺りですね。それぞれの匂いに応じたパターンができて、これいろんな匂いを嗅がしています。で実は最初の3つの匂いは同じ匂いをかけています。さっきの歯医者の匂いのオイゲノールをかけています。何が違うかというと、どんどん濃くしています。で濃くするとより多くの部分でこうやって反応が起きるわけですね。で他のものは違った匂いです。でこのようにこう濃度を上げるとパターンが変わるので、当然匂いの質も変わる。それが、実は匂いは薄い時はいい匂いだったのが、だんだん濃くするとこのように活性化する受容体がこう増えてくるので、パターンが変わってくるので、例えばヘプチュラルデヒドは薄い時はナッツのようないい匂いだったのが、濃くするとカビ節のような深い臭いになるというのも、これで説明がつくかと思います。でその後どこにどうやって情報が伝わって我々は匂いとして感じるのかといったことです。さっきの、一次神経はこの嗅球というところに来て、ここに信号が送られて、ここでパターンができます。でそれぞれ活性化されたところは一つの二次神経がそれを情報になってて、その後このようにいろんなところに情報が伝わってきます。一つは、離状皮質というところ、でここに伝わった信号っていうのは脳の皮質とやり取りで匂いのイメージが出来上がります。例えばバラの匂いとか、そういった、情報がここで出来上がるわけです。で一方で、この視床下部扁桃体エリアというところに行きます。これ辺縁系の中でですね、特に情動とかですね、本能的な反応を制御するような場所です。でこういったところに、それから、嗅内野、ここは最終的に海馬に行って匂いの記憶との連動ということで、これを見てお分かりであると思いますけれども、匂いの信号というのはこの辺縁系にこうがっぷり入っていくということで、匂いによっていろんな情動が変化したりとか、いろんな記憶がよみがえったりとかいうのも、こういった神経回路があるからだということです。
で、そういったその脳の信号を今、ファンクショナル MRI4 で見ることができます。皆さんも受けたことある人が多いと思いますけども、ファンクショナル MRI で、これ脳で匂いを嗅がしたときに、どこで活性化するかというのを見ることができます。ただし こういった形でこう見えるんですけども、ちょっと限界があってですね、やっぱり一つは、非常に個体差が激しいということですね。人によってやっぱり全然パターンが違うというのと、もう一つ問題点は、このパターンなんですけども、同じ匂いでも、その同じ人でもですね、その匂いを与えられるコンテクスト、文脈によってやっぱり変わってくる。すなわち、例えば、足の裏の匂いですよとイソキッソさんをその嗅がせられた時と、それから、これは、納豆の匂いですよって嗅がされた時はやっぱりパターンが違う。で、あとは、知ってる匂いの時と知らない匂いの時も違うし、それに対する情報もですね、かなり影響を与えるんですね。ですから、そういう意味ではなかなかファンクショナル MRI によるその匂いの応答を解析するのは注意深くやらなくちゃいけないというのは現状だと思います。で、もう一つその匂いの脳への入力で面白いのはですね、変異系に入ってきます。視床下部なんていうのは特に男性と女性で私有差がありますので、例えばこのアンドロスタジェノンは、男性と女性で反応する部位が異なるということも知られています。ですから匂いによっては多くの女性が好む女性があったり好む匂いがあったり、で逆に男性が好む匂いがあったりするのは、こういった脳の入力部位で性差があるからだという感じで、理解されています。でこの論文ちょっと面白くてですね、ホモセクシャルな人はこの女性の部分が発火したとかね、そういったことをこの論文では報告しています。その後あまりこういった話出てこないんで真偽は分からないですけども、そういったことが報告されています。で、今脊椎動物 の話を延々としてきましたけども、無脊椎動物も当然匂いの受容体を持ってます。で、昆虫の嗅覚受容体ファミリーというのも、さまざまな生物で、解析されてまして、最初に見つかったのが当然ショウジョウバエですね。62個の遺伝子からなってます。それから蚊、ハマダラ蚊ですね、79個、それからミツバチ170個、それから、カイコ66個というふうになってます。で、まず一つ目の特徴、要するに脊椎動物、さっきお話した脊椎動物の嗅覚状態遺伝子と違いはですね、ここにあるように偽遺伝子が非常に少ないですね。偽遺伝子化がほとんど進んでないということは一つの特徴であります。それからもう一つの特徴は、これらを系統樹にしてみますと、このようにですね、それぞれの、生物でそのクレードを作っていると。例えばこれミツバチに特徴的なクレードですね。それからここのあたりっていうのは、ハマダラカに特徴的ですね。それからこの辺はショウジョウバエで、このピンクのあたりは、カイコですね。これは脊椎動物と大きな違いで、脊椎動物は、比較的相同遺伝子、いわゆる、オルソログっていうのがきちっと見えるんですけども、昆虫の場合はオルソログっていうのがほとんど見えないです。で、それはどういうことを示しているかっていうと、それぞれのその種のリニエージでその重複が起きて増えていっているということは、すなわちそれぞれの昆虫の生態あるいは生育環境に合わせて必要な遺伝子が増えているということは言えると思います。まさにこれもですね、さっきの脊椎動物と同じように、環境がかなりその遺伝子の、進化に選択圧を与えているということになると思います。ただ一つだけ、この OR83B ファミリー、最近はちょっと名前変わって ORCO ファミリーっていうふうに言われてますけども、これだけはですね、ほとんどの昆虫種で保存されてます。もう完全に保存されてる。で、実はなんでこれを保存されているかというのが後で分かったんですけども、こいつとそれから他のファミリーのやつがこうコンプレックスを作っている。で、コンプレックスを作って匂いとかフェロモンを認識するということが分かった。
でもう一つこの昆虫の嗅覚状態ファミリーの脊椎動物の大きな違いは7回膜貫通なんですけども、 N 末端がこのように、中に入っちゃってる、で C 末端が外に出るという全く逆のトポロジーを持ってるんですね。これなんでだろうと、これさ後でお話ししますけども、これが特徴的なものになります。まあ機能としては、匂いを受容する機能ですね。例えば我々のこれ研究室の仕事ですけども、このカイコがクワを好んで食べます。で、非常にこの匂いも好きです。絶食させた、このカイコさんはですね、まあ、何も匂い物質がないとですね、このようにまあ動かないですね。ところが、クワの葉を置くとですね、このようにこのカイコはですね、このクワの方に一生懸命寄っていくわけですね。ちょっと1匹遅れてますけども、ちゃんと、鼻はありますので、たどり着くことができるということで、まあ、これ、クワはですね、カイコはこんなに早く動きません。もっとゆっくり動くんですけど、64倍速にしてますけども、いずれにしてもこうクワの歯から出てくる匂いを感じて、でどんな匂いだったっていうかっていうと、この実はシスジャスモンっていう物質で、ちゃんとそれに対する、嗅覚状態もあるということが、分かっています。まあ、このように、非常にその生育に重要な、その情報というものを、食べ物の情報というものをちゃんと嗅覚系で判断しているわけです。で、まあ、今のがその一つの例ですけども、脊椎動物と昆虫の、大きな違い、さっき言ったように7回膜貫通なのに N 末端が中に入って C 末端が外に出る、これはいわゆる G タンパク質共有型受容体とは全く違うトポロジーなんですけども、実はこの2つのコンプレックスがあることによって、リガンドによって作動するチャンネルを形成しているということが分かった。カチオンチャンネルを形成しているということが分かった。これは、脊椎動物の G タンパク質経路とは大きな違いですね。匂いとかフェロモンがここに結合するとこのコンプレックスが動いてカチオンが流れる、それによって膜が脱分極すると、そういった、シナリオが、見えてきたわけです。でなぜこういった、なんか違ったメカニズムを作ったか、これは誰にも分かりません。ただ、まあ、一つ言えることはさっきから言ってるように嗅覚状態っていうのは、どん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 それの、その適応しながら進化している。でおそらくこれもその結果じゃないかな。なぜならば昆虫というのは飛ぶのがいっぱいいますけども、その脊椎動物よりも早くこう素早くその匂いの情報というものを処理しなくちゃいけない。で、G タンパク質経路というのは比較的遅いんですね。やっぱ数百ミリセカンドその、まあ、トランスアクションにはかかる。ところがこういったリガンド作動性だとですね、もう数十ミリセカンドでパーンとこう動くわけです。でそういう意味では非常に早い反応を確立して獲得しているとが一つ。もう一つはこっちはエネルギー使いますね。 ATP とかそういった形でエネルギー使います。こっちはそういったものは使わないということで、もしかしたらその昆虫の方が匂いの受容システムとしては非常に進化している可能性はあるんじゃないか。まあ、いずれにしても同じなのはケミカルシグナル、化学信号を電気信号に変換させるっていう意味では共通のシステムだと思います。